さんクリスマスいかがお過ごしでしょうか。私は家族と過ごします。それが本来クリスマスのあるべき姿です。ちゃんと問題を解いてから動画を見てね。では早速1番から。ちゃんと準備してあさってのテストにほにゃららみたい。この漢字、読み方は2つありますね。まず音読みがりんです。で、意味としてはある場所を見下ろしているとか、あるものに面しているとか、あるところに行くとか、そういう意味です。で、この問題としては準備した上で明後日あるテストにテストを受けるよ、そういう意味です。じゃあこれ読み方、先ほども言いましたが答えはドゥルルルッペーン、望む、いやお顔が白い、望む、望みたいが正解になります。じゃあ他の選択肢どういう意味なのか見ていきますね。まず2番のりんみたい、これは引っ掛けです。これの音読みのりん、それに引っ掛けてりんみっていう風に言ってます。なので2番×ですね。3番のハゲみたい、これは漢字が励みたい、こういう風に書きます。で、意味としては何かを頑張りたい、そういう意味です。で、3番も選択肢ではありませんね。で、4番挑む、これは前の授業でもやりました。何かに挑戦することです。挑みたい、前の回で復習してください。正解1番になります。じゃあ2番、会社でほにゃららするより、することより、可愛い子供といる時間が私にとって大切だ。出るによ、世の中にどんどん出ていく、つまり地位がどんどん上がっていくことです。入った時は平社員ですよね。そこから5年6年7年経って一生懸命仕事してやっと部長になった。そこから何年も何年も頑張って苦しい思いして頑張って今度は社長になりましたって言ったら大出世、すごく出世した、そういう意味です。主に会社とかで使う言葉です。で、出世よりも子供が大事、そうやって考える人はそんなに多くないかもしれません。まず一つ目の漢字、これ音読みは出、訓読みは出るとか出す、そういう風に使います。で、意味としてはもう出すことですね。例えば出口、入り口が入るところ、出口は出るところです。意味としては社会、世の中、私たちが普段住んでいるところとか、そういう意味です。例えば正解といえば世界ですね、私たちが住んでいるところ。全部それぞれの組み合わせが違うだけで当てはまりはします。で、この場合の正解は2番、出世。皆さん合ってました、合ってました、合ってました、後ろの方合ってました、合ってました、合ってた人手挙げて、はい、1、2、3、はい、3人。これ出世いとか音が言ってる時は聞こえにくいですよね。なので出世、きちんと覚えておいてね。ここのつは小さいつです。出世、出世です。3番、お好み焼きの中でも広島のものはズルンなんたらだ。さて皆さん、お好み焼き好きですか？好きですか？あ、そう、好き、よかった。お好み焼きわかんない人、わかんない人いませんね。一応写真出しときます。わかった、広島風と関西風があるの。私のおすすめは断然広島風。さて広島のものは何なんだろう。お好み焼き、いろんな地域、日本全体でいっぱいあるけれども、その中でも広島のものは特別いい、そういう意味です。じゃあこれ読み方見ていきます。まず一つ目の漢字、これの読み方は書く、書くと読みます。
で意味としては何かの位、地位、そういうものを表します。さて、例えば品に格とつけて品格といえば、人がすごく上品できちんとしていることを言います。じゃあこの2つ目、これ別って読みますね。でこれの意味としては何かと違うことです。あと他にも分けるとか分かれる、そういう風に使います。例えばね、彼氏に振られたよって言えば、カップルが別れてしまった、クリスマスももうすぐなのに振られたっていう人は、日本語の勉強頑張ろうで置いといていいとして、この2つ、格と別、そのまんまこの2つの読みがくっついて、1番の格別が正解になります。続き4番。別に疲れてないよ、気のせい疲れてなんかないからね。4番。酔っ払ってもないからね。4番、はい。この工場ではなんとかな作業が求められる、ここの工場ではこういう作業をしてください、きちんとしてくださいね、そういう意味です。でこれ漢字見ていきますね。まず1つ目の漢字、読み方はせいでよく読みます。もう1つの読み方はしょ、こっちの読み方をするときは、例えば武将ひげとかそういう風に使います。でもっと読むのがせい、こっちの方ですね。意味としては何か細かいこととか、あとは心精神的なことを言います。例えば、せいほうって言えば、とても細かくてきっちり細かく、すごくきちんとしている、そういう意味です。せいしんといえば心のことですね。で2つ目の漢字、こっちはみつと読みます。意味としては例えばこっそり隠れていること、あとは何かがギュッと詰まっていることです。秘密の密とかはこの密を使いますね。秘密、隠し事っていう意味です。じゃあこの2つの文字がくっつくと何と読むのかっていうと、正解の精密と読みます。で意味としてはすごく細かい上にきちんとしていること、例えば、パソコンに入っている小さい機械の部品とか、そういうものは精密に作られています。で、工場では秘密、すごく丁寧で細かい作業が必要とされています、そういう意味です。他の選択肢も見ていきましょう。1番の機密は機械の秘にこの密をくっつけて機密っていう風に書きます。意味としてはすごく重要な秘密のことです。例えば国レベルでの秘密、そしたら国家機密っていう風に使います。2番、緻密、これは少し複雑な漢字を書きます。意味としてはこの地っていう字に密を合わせて、これもすごく細かいこと、そういう意味です。で緻密、細かいこと、例えば緻密な計画って言えば、旅行の計画とかで1日目東京、2日目大阪って言うんじゃなくて、1日目東京、昼12時にスカイツリー、その後1時に浅草、どこどこでランチっていう風に、もうきっちり丁寧にもう細かく計画を立てていること、それが緻密な計画、そういう風に使います。で3番、親密、これは親しいに密と書きます。って意味としては仲がいいことですね。5番、上野動物園は家族連れが多くて
なんとかやかな雰囲気、雰囲気だった。上野動物園ご存知ですか？上野にある動物園です。で、パンダが有名ですね。パンダが中国から日本に来た時に人がブワーって集まって、とても、人が多くて、今も家族連れが多く、家族で一緒に遊びに行く人が多い人気のスポットです。で、雰囲気ってわかりますか？雰囲気ってよく言いがちですが、正しくは雰囲気というふうに書きます。で、意味としてはその場がどういうムードなのか、どういう空気が流れているのか。ただ今の、人はだいたい雰囲気っていうふうに言ってしまいます。雰囲気っていうとネイティブっぽく聞こえるかな。じゃあ、この漢字見ていきますね。これ皆さんもよく見る漢字だと思います。和、和食の和です。日本を表しますね。他にも和らぐとか和やか、こういうふうに読みます。で、意味としてはほんわかしている感じです。柔らかい感じ、ふわふわ、ポカポカ、そんな感じです。例えば寒さが和らぐっていうふうに使います。そうしたらだんだんあったかくなってきて春に向かっていく、そういう様子になります。で、この場合家族連れですよね。家族連れがどんな雰囲気かって言ったら、パパがいて、ママがいて、子供がいて、ママ、パパ、楽しいねっていう感じ。なんかすごく平和で優しい気持ちになる、そういう雰囲気を和やかな雰囲気って言います。なので2番が正解になります。じゃあ1番、華やか。これは花、この花で華やかっていう風に書きます。で、意味としてはパーティーとか、もう派手、ジャラジャラみたいな、ジュリアナ東京、ジュリアナ東京みたいな、そこまで行かないにしても、パーティーとかでみんなドレスアップしてどうも、そういう雰囲気です。で、3番、しとやか。これはよくおしとやか、大和なでしこ、日本の昔の女性、昔の日本美人とかを説明するときによく使われるおしとやか。意味としてはすごく落ち着いていて、気品があって、物静かで、のりこ先生とはちょっと違うけど、すごく日本の女性らしい、そういう人に使います。おしとやか、いい意味ですね。いい意味で、例えばお金持ちっぽい人とかに使ったりします。最後4番、健やか。これは子供なんかに対して使うことが多いです。健康の健という字が入っていることから分かるように、とても元気な様子です。健やかに育ってほしいって言えば、お母さんが自分の子に元気に育ってほしい、すくすく育ってほしい、そういう意味です。さて皆さん、あっという間に最後の1問、6番です。読んできます。最近社会なんたらという単語をよく目にする、面白い文章題ですね。社会なんとか、漢字見ましょうか。漢字まず一つ目のこれ、読み方はこう、こうって読みます。で、意味としては何かを捧げる、あげることです。しかも上、自分より上のところにいる人に対してあげる、そういう意味が強いです。で、もう一つは貢ぐとも読みます。で、貢ぐっていうとよくあるのがこれ、ねえたけしくん、私ティファニーの指輪が欲しいの。仕方ないな、のりこさんが承認なら僕買ってあげるよ。これ、のりこ、悪い女、貢がせてます。たけし、貢ぎます。貢ぐ、男女関係の間でよく使われます。
片方の人がもう片方の人に物をいっぱい買ってあげたりお金を出してあげたり、それを貢ぐって言います。いい意味ではありません。さて二つ目の漢字、これ剣っていう風に読みます。で、意味はさっきとちょっと似てて物をあげることですね。で、これも目上の人に対してよく使います。例えば剣に上という字をつけて剣上と言います。これは天皇に物をあげることを献上する、そういう風に言っていました。あとよく街中で見るのは剣に血、この血です、流れている血です。血ってつけて剣、血と読みます。血をあげることです。よくトラックなんかで献血にご協力くださいって言いますよね。血を病気とかそういうので必要な人のために血を分けてあげることです。針を刺されて 250cc とか 400cc 分血を取られます。でもお菓子とかジュースをもらえます。ぜひ献血してください。私もこの間しました。えらい、えらい。さて今回の問題のこの字そのままです。こうと剣をくっつけて貢献って言います。で読みます。4番の貢献が正解ですね。で意味としては何かをしてあげる、そういう意味です。でこの場合社会貢献ワンセットで使われてますね。これは社会のためになることをする、そういう意味です。例えば仕事をしている方はそれは社会貢献をしていることになりますよね。で他にもボランティア活動なんかも大きな社会貢献の一つです。で他の読み方、これは単純に違います。公言に関しては公の場、みんながいるところで言う、そういう意味で公言っていう風に使うことはあります。具現とか古典っていう単語はもうありません、ありません。貢献、社会貢献、皆さんも社会貢献してください。私はここで社会貢献をしているつもりだけど、できているかな、できているかな、できているって言って、できているって言って、できている、ありがとう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 。